球温暖化を防止するため、袋井市はゴミ減量を真剣に取り組みます。皆さんもご存知の通り、近年、日本では多くの豪雨災害が起こっています。平成30年7月、いわゆる西日本豪雨では、岡山県倉敷市、真備町で河川が氾濫し、51名が死亡。全国では263名が死亡しました。平成30年10月の台風24号では、下水際の門が全壊。皆さんのご家庭でも停電したかもしれませんが、袋井市内で3万6800戸、最長4日間の停電が起こりました。令和元年9月の台風15号では、千葉県内で最大93万戸、最長1ヶ月以上、停電が続きました。令和元年9月の台風19号では、長野県の千曲川をはじめ、全国140カ所で河川が氾濫。死者・行方不明者89名の被害が出ています。このように、ここ数年でも多くの被害が出ております。では、世界的に見たとき、どれくらいの被害だったかといえば、実は、令和元年の世界全体の災害被害額の第1位が台風19号、第2位が台風15号ということで、世界的にも大きな被害の出た災害が日本ですでに起こっています。次に、世界へ目を向けてみると、まず豪雨災害では、令和元年3月、アフリカのモザンビークでサイクロン、アイダイによって1000人以上が死亡しています。温暖化による熱波の被害では、令和2年8月17日、浜松市で日本国内最高気温 41.1 度を記録しましたが、同様に令和元年6月、フランスで 45.9 度を記録。熱波で1500名が死亡しました。その他の自然災害として、地球温暖化による乾燥によって火災が生じています。令和元年9月にオーストラリアで起こった森林火災は半年間燃え続け、日本の面積の4分の1の森林を焼き、コアラなどの野生生物30億匹が死んだと言われております。我々の想像をはるかに上回る大災害が起こったわけです。このように日本以外でも世界中で自然災害が発生しています。これら災害の原因が皆さんご存知の地球温暖化だと言われています。昔の地球では、太陽からの熱が地表に届いた後、大気中に熱が放出され、そのまま宇宙まで達し、放射されていました。それが、今の地球は、二酸化炭素などの温室効果ガスによって、熱が大気中にとどまり、ずんずん温暖化が進んでいます。どのくらいかといえば、1760年代の産業革命以降、大気中の二酸化炭素は 1.4 倍に増えています。なぜ産業革命以降かといえば、産業革命で蒸気機関が発明され、それ以降石炭や石油といった化石燃料が多く使用され、結果二酸化炭素がそれまでとは比べ物にならないくらいたくさん排出されるようになったからです。ではどのくらい気温が上昇したかといえば、地球の平均気温は産業革命以降の260年間で 1.2 度上昇しています。260年間で 1.2 度、それほど大きな変化だとは思えないかもしれません。しかし、それよりはるかに短い期間、ここ30年間で1時間あたり50ミリの非常に激しい雨は 1.3 倍に、1時間あたり80ミリの猛烈な雨は 1.7 倍に増加しています。1時間あたり50ミリの雨は、俗にバケツをひっくり返したような雨と言われる大雨です。それ以上になると、マンホールからも水が噴出。多くの災害が発生します。さらに、1時間あたり80ミリの雨では、大規模な災害の発生する恐れが強いとされています。80年後の2100年には、最悪4度、気温が上昇すると言われています。その場合、どのような大雨が1年間に何回くらい降るのか、全く想像がつきません。20世紀の100年間で海面は19センチ上昇。今後の100年間で海面は最大82センチ上昇すると予測され、その場合、名古屋や大阪では4分の1の人の住宅が水没することとなります。
日本ではお米が取れないようになり、世界でも同様に農作物が取れないようになり、世界的な食糧不足が生じます。そういった中、平成28年にフランスのパリで国際的な取り決めがなされました。いわゆるパリ協定です。パリ協定では大きく2つのことが決められました。1つ目は平均気温の上昇を産業革命以降 1.5 度に抑えること。そのためには、2つ目として排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの量と植物等により吸収される量を同じにして実質排出量ゼロにすること。日本ではこの目標達成のため、温室効果ガスを今から10年後に基準年である2013年から4分の3にするとしています。また2050年には温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることも表明しています。福呂医師に目を向けた場合、皆さんが生活の中で車に乗ったり電気を使ったりすることでも二酸化炭素などの温室効果ガスが発生しています。また工場などからも出ています。さらに市の行う事業でも二酸化炭素が発生しています。市の行う事業では毎年3万トンもの二酸化炭素が排出されています。そのうち2万トン以上が中塩クリーンセンターから出されています。皆さんもご存知の通り、中塩クリーンセンターでは皆さんのご家庭や市内の事業所から出されている一般廃棄物を燃やしており、その時煙突から多くの二酸化炭素が出るわけです。では中塩クリーンセンターから出されている二酸化炭素の量はというと、日本の定めた基準年から減るどころか逆に 8.5% 増加しています。それは皆さんのご家庭や市内の事業所から出されるゴミが年々増え続けているからです。中塩クリーンセンターに搬入されている燃えるゴミはこの10年間で 27,700 トンから 32,700 トンと約 5,000 トン増えています。率にして 18% の増加であり、同じ間に人口は 1% しか増えておらず、いかにゴミが増えているかがわかります。福呂医師の歳出決算額は10年間でほぼ横ばいです。その間、子どもたちや高齢者、障害者、生活困窮者などを支援する扶助費が2倍、30億円以上増えています。一方、道路や水道、学校などを作るための建設事業費が 30%、20億円以上減っています。税金など必ず入ってくる収入に対し、人件費や扶助費など必ず払わなければならない支出の割合、経常収支比率が 91% となっています。つまり自由に使えるお金は1割以下です。少子化により働く人が減り、税金収入が伸びない一方、高齢者が増え、介護費などの支出が増え、自由に使えるお金が減っています。このままでは近い将来、新しく物を作るお金がなくなるだけでなく、壊れた道路や学校の校舎、水道などを直すお金もなくなってしまうかもしれません。そうした中、福呂医師では可燃ごみと毎月2回自治会で行っていただいている資源ごみ、不燃ごみ等を合わせ、年間で12億円の処理費がかかっています。年間12億円、つまり毎月1億円かけ、皆さんのご家庭や市内の事業所から出されているゴミを処理しているわけです。また現在、中塩クリーンセンターで処理しているゴミ量は処理能力の 96% を超えています。このままゴミが増え続ければ、もう一つクリーンセンターを建てなければいけなくなります。そのようなことになると、何十億円もの税金が使われることになってしまいます。市の財政が逼迫する中、いかに多くの税金がゴミ処理に使われているか、またさらに多くの税金が使われる恐れのあることを分かっていただけたと思います。ゴミが増えている最も大きな原因の一つが、皆さんのご家庭から出されるゴミで、特にプラスチック類が1000トン以上増えています。その間、リサイクルされた容器包装プラスチックの量が半減しており、本来リサイクルされるはずの容器包装プラスチックが正しく分別されず燃やされてしまっていることがわかります。皆さんのご家庭から出されるゴミのうち、約半分が紙類、3割くらいが生ゴミ、約1割がプラスチック類となっています。ゴミとして出された紙類のうち半分近くがプラスチック類は、約4分の3が生ゴミも肥料化すれば、ほぼ 100% がリサイクル可能です。
これらを合わせると、皆さんのご家庭から出されるゴミのうち、6割以上がリサイクル可能だと考えられています。リサイクルを行うことにより、温室効果ガスの削減と、12億円ものゴミ処理費の削減ができるのとともに、クリーンセンターの増設も行わなくても良いこととなります。市もこれまで以上にゴミ削減に努めてまいりますので、皆さんもぜひご理解、ご協力をお願いいたします。それでは次に具体的なゴミ削減計画をご説明します。まず、市内の事業所から出されるゴミについてです。市内のレストランやコンビニ、スーパーマーケットなどからは多くの生ゴミが出されています。病院や介護施設からは紙おむつを主とした紙類、また工場からも多くのゴミが出ます。これらのゴミには、先ほど説明した皆さんのご家庭から出されるゴミと同様にリサイクルできるものが多く含まれています。特に紙おむつは可燃ゴミの 5% を占めていると言われており、中塩クリーンセンターでは1500トン以上が燃やされていると考えられています。一つ種類でこんなに量があるゴミは他にはありません。また高齢化で今後ますます増えることが予想されます。紙おむつはリサイクルできるのですけど、一般的には行われておりません。ユニチャームでは全国10カ所以上でリサイクルを目指すとしており、掛川市に工場もありますので、袋井市では掛川市と協力しリサイクルを目指したいと考えております。これらのゴミは今リサイクルされず、中塩クリーンセンターで燃やされています。理由は、中塩クリーンセンターのゴミ処理手数料が安く、リサイクルするよりも燃やした方が安上がりだからです。中塩クリーンセンターではゴミ処理費が値上がりしているにもかかわらず、施設稼働から一度もゴミ処理手数料を値上げしていません。そのため令和4年4月から値上げを考えています。中塩クリーンセンターのゴミ処理手数料を値上げすると、生ゴミを燃やすのと肥料化するのとほぼ同じ価格になります。段ボールや紙おむつなども同様になり、リサイクルに回りやすくなります。袋井市では値上げに合わせ、市内の事業所の皆さんと協力しリサイクルができる体制を作っていきます。次に、皆さんのご家庭から出されるゴミです。袋井市ではゴミ減量化の第一の策としてゴミ処理の有料化を考えています。現在1枚10円程度のゴミ袋を40円程度に値上げしたいと思っています。この場合、4人家族で1ヶ月500円程度の負担の増加となります。ゴミ処理の有料化により市の収入は1億5000万円ほど増えます。先ほどゴミ処理に12億円かかっていると言いましたが、そのうち1億5000万円の税金を使わなくてもよくなり、そのお金を道路や学校の校舎、水道の建設など皆さんのために使えるようになります。税金はゴミをたくさん出す人が多く支払うわけではありません。しかし、ゴミ処理の有料化はゴミをたくさん出し、ゴミ袋をたくさん使う人が多く支払うこととなります。またゴミを減らす努力をする人は負担を減らすことができます。つまりゴミ処理のための応分の負担をいただくこととなります。ただし、ゴミ袋1袋を燃やすのには約60円がかかっていますので、実費の3分の2の40円を負担いただくこととなります。全国では6割以上の市町村が、県内では掛川市や森町、菊川市など半分以上の市町がゴミ処理の有料化を行っています。ゴミ袋1枚30円の値上げを行うと、全国平均でゴミが1割以上減ることが分かっています。しかし、地球温暖化を防止するためにはさらに 1.5 倍のゴミを削減する必要があります。袋井市では現在1人1日 863g のゴミを出しています。温室効果ガスを 26% 削減するためには1人1日 638g としなければなりません。この量は全国トップクラスのゴミが少ない都市と同じ量です。すでにゴミを少なくできている都市があるのですから、袋井市ができないわけはありません。ただし、これらの都市ではゴミの有料化をすでに実施しております。ゴミ減量化研究の第一人者も、ゴミを減らす最も有効な手段はゴミの有料化であり、一つの手段でゴミを1割も減らせるのはゴミの有料化以外にはないと言っています。
そのため袋石では温室効果ガスを 26% 削減するためにはゴミの有料化はどうしても必要なことだと考えています。ゴミ袋の値段が上がると今まで可燃ゴミとして捨てられていた容器包装プラスチックやお菓子の包装紙やはがき、切り取ったカレンダー、トイレットペーパーの芯といった雑紙がリサイクルに回ります。プラマークのついたプラスチックは容器包装プラスチックとしてリサイクルされるべきものですので、本当に汚れているものなど以外は現在月2回、自治会で行われている集団回収等に出してください。雑紙の回収は今後皆さんと一緒に良い方法を考えていきたいと思います。またゆくゆくはご家庭から出される生ゴミについても肥料化、紙おむつについてもリサイクルを目指していきたいと考えます。ただ単にゴミを有料化するだけでなく、それに合わせ皆さんと共にゴミの分別を徹底することにより、さらに 1.5 倍のゴミを削減していきたいと考えています。袋石では考えられるすべての手段によりゴミを削減し、子どもたちの未来のために温室効果ガスの削減を目指していきます。そのためには皆さんにもご負担やご協力をいただくことになります。ぜひご理解いただき、袋石を挙げてゴミの削減、それに伴う温室効果ガスの削減、地球温暖化の防止に取り組んでまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。